中央区は、埼玉市を構成する10行政区のうちの一つである。市の中央部西よりに位置し、区域は、旧与野市の萩に、ほぼ相当する。中央区東部の風景中央区の区域は、南側を先端とした草火状をしており、南北方向に約 5.5km、東西方向に約 3.5km の広がりを持つ。区域は、旧与野市の萩に、 ほぼ相当するが、旧与野市の全域に加えて、同市の北東側に位置する旧浦和市上木崎一丁目、旧大宮市北袋町一丁目、吉木町二丁目、西木町の各一部を含む。これは、埼玉市が、政令指定都市に移行するにあたり行政区を設定する過程で、旧三市にまたがっていた、埼玉新都新都地区各整理事業区域西側地区を一体的に、 この区に編入することとなったことによる。このため、中央区の面積は、旧四野市の8.29平方キロメートルよりも、わずかに広い8.39平方キロメートルである。なお、この面積は、埼玉市の10区の中で最小である。関東平野の中に位置する埼玉市中央区は、区の全域にわたって標高が、低く、最も低い地点で海抜4.7メートル。 最も高い地点でも標高16.6メートルである。区内及び近隣の河川の多くは北から南に向かって流れる。地形はこれらの河川に沿って大地と低地とが南北方向に島模様を描く形となっており、東から大地低地大地低地と並んでいる。このうち最も東に位置するのは大宮大地の浦和大宮次第である。その西側には 大鳥沼川を中心に形成された幅約500メートルの大鳥沼底地が形成されている。さらにその西側には大宮大地の世の次第があり、区の最西部は区の西方を流れる荒川沿いに形成された荒川底地となっている。区内839ヘクタールのうち482.9ヘクタールを宅地が占め、農地や山林は極めて少ない。 2005年時点で区の全域が人口集中地区に含まれている。ただし、大鳥沼川の両側は市街化調整区域となっており、農地や空地が見られる。南部は昭和初期に行われた浦和高地整理によって、浦和市街地と区画を一体化して整備されたため、比較的早期から宅地形成が進んだ。世野の,の古くからの市街地は、大宮大地の世野次第にあるが、 区役所や埼玉市中央消防署、市立世野図書館といった行政施設の多くは、その東側の大鳥沼定地に置かれている。区北東端は、埼玉新都新地区に含まれており、関東甲信越地方を所掌する国の行政機関や埼玉スーパーアリーナがある。区誕生前の歴史については、世野市を参照。旧世野市域をほぼそのまま継承していながら、 区名は、与野区ではなく、中央区である。区内に、与野を含む町長名は現存せず、与野の,の地名は、駅名や学校名などに残るのみとなった。この区名は、政令指定都市への移行時に設置された他のハックと、同様に、2002年に4回にわたり開催された、埼玉市区名選定委員会の報告文書、埼玉市の区の名称についてを受けて決定された。 この委員会では、与野区と中央区のいずれを採用すべきかについて、与野が歴史的な地名であること、区名公募や区名投票において、与野区の区名案が第2位の中央区に大差をつけて1位となっていたこと、委員長の伊原勇による埼玉市誕生前の合併協議会において、与野区ではなく中央区にすべきとの結論が出ていた旨の発言に、対して一部の委員が、 事前の裏取引ではないかとして、猛反発したことなどから、議論が紛糾した。報告文書では、旧区の中で唯一、名指しで、世の区にすべきであるとの意見があったとの一文が、加えられている。また、委員会後には、中央区の区名を、世の区に変更を求める、胸の正願が、埼玉市議会に提起されたが、これも、不採択となった。 区名の決定過程中央区成立後から毎年4月1日の人口微増が続いている。住民基本台帳人口より中央区内では多くの区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。住居表示実施前の町名等欄で河川がある町名はその全部、それ以外はその一部である。中央区役所は 旧世野市の市庁舎であった建物である。周辺の公共施設とともに、老朽化し、更新の時期を迎えていることから、市のマスタープラン、世野本町駅周辺地区町づくりマスタープランにおいて、位置づけられた、中央区役所周辺の公共施設再編と空間のリニューアルの中で、事業敷地内で再編が想定される施設に、区分されている。浦和西警察署は、 埼玉新都心地区周辺の新都心、大技、上落合を除く、中央区、桜区の全域、及び、浦和区の上、木崎一丁目を管轄する。中央区のうち、新都心、大技、上落合は、大宮警察署が管轄している。中央区は、以下の選挙区に属している。中央区は、東京や浦和区。 大宮区に対する郊外という側面と、桜区、西区に対する中心部としての側面を合わせ持つ。東京の都心部から約2 5トルの距離にある、埼玉市中央区は、埼玉市の田野区と、同様、東京都心部への通勤、通学者が多く、東京の郊外都市としての性格が強い。同時に、埼玉市内において、行政、商業、業務など、 都市機能の集積した浦和区や大宮区への通勤、通学者も多く、これらの地域に対する郊外としての特徴も持つ。一方で、西区や桜区に対しては、中央区から流出する通勤、通学者よりも、中央区に流入する通勤、通学者の方が多い。2010年現在、中央区の夜間人口96,055人に、 対して昼間人口は94,538人であり、昼夜間人口比率は98.4%である。この昼夜間人口比率は、東京の郊外としての性格が強い埼玉県や、埼玉市の中では、比較的高い水準にある。私立私立出身者については、与野市出身著名人を参照。ありがとうございます。